私もこっちで。今まだある。道の駅信州ひろやよりスタートします。左方向です。 2km 道なりです。赤坂峠へ向かいます。森の駅ネバーランド付近にある赤坂峠。こうやってぐるっと回ってくる。こっちで2時間ぐらい。2時間。まあガソリン入れたからゆっくり。ガソリン入れたらゆっくり回れるよ。国道1号3号線を通行しています。この日ネズミ捕りに出くわします。チャウス山のすぐ近く。森の駅ネバーランドに行くのが楽しみです。ここの名物は峠の定食屋さんとたい焼きです。なんかさっききしめ売ってんのかと思った。きしめ売ってなかったよ。そばしか売ってなかった。そばしか売ってなかった。欲しかったな。赤坂峠。次は森の駅ネバーランドを通過いたします。また後で来ますので通過いたします。峠の定食屋さんは閉店してましたが、たい焼きカフェさんは営業していました。峠を一周してまた道の駅平屋で、ね、花火を見る予定です。そこにコーヒー飲もうかな。あるからね。先に峠だけ全部回って、うんうん、それであとゆっくりする。なんかさっき お客さんでトウモロコシって何があるんですか。ゴールドラッシュです。ラッシュだけでしょ。トウモロコシ何があるんですか。買ったトウモロコシはちょっとあれだね。ゴールドラッシュとかあれだね。あの横芝のあれトウモロコシみたいな甘みがなかった。27度。今日は気温は。知らせておこう。いいよ、教えなくて。警察
分にやったって分かんねえじゃん、分かんねえべ。いや、それは分かるよ、周りにいるから。あ、そっか。もう教えなくていい、教えなくていい。やると大体分かんとか、周りにいる。じゃあ、ぐーちゃんがチャカ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 遊んでるの？そんなもんわけない。パッシングしたら周りいるよって、ネズミ取りやってるよって合図。あ、ゆっくり行けって。そうそうそう。あれで捕まってたら間ね、バカだよね。まあ、この人はゆっくり走ってか大丈夫でしょ。ここまで来てもね、捕まってない。もう前、もう前もさ、前もさ、バイクはね、バイクは気をつけさせる、うん、そちらはいい、うん、でもあの人、今のバイクの人もあーって分かるね、お前さんがいるの。そう、分かるよ。もう向こう行けば分かるもんね。みんな行けば、なかなか教えてくんないよ。いや、教えただあの奥にテーブル引いてあの泊まってた子や。いらっしゃい、お客さんで、お客さんいらっしゃい。お客さん。信玄使ってあれ？なんかあれ信玄餅となった。信玄。風鈴か。本当だ。本当だ。座っててさ、結構あっちの方に置いてあるんでしょ、速度の、うん、違う、目の前に置いてある。目の前に置いてある。あ、目の前じゃ、もうちょっと離れたところに置いてあって、それでスピードメーター見て、あ、60キロ、あ、ブロブロまとめてください、つってあっちやってる。あ、そうなんだ。ピピピって5番になって捕まりたかね。皆さん、お客さんいらっしゃいね。お客さんいらっしゃいね。お周りの餌食になるとこんなこと何匹いるの。いなかったらあれだけど。捕まるやついるんだよね。でも一番前の人がゆっくり走ってるよ。その後ろの人は大丈夫だよね。そう。
てもまだ時間はあるし、ゆっくりあるし、急ぐこともあるし、茶臼山とかで古着とかで、そこから左側。そんなに急がないよ、今日はここら辺で遊ぶと。ここを左に曲がり、県道10号に向かいます。森本峠に向かっています。この先を左に曲がります。下行っちゃうでしょ、あれすぐ。これが多分峠だったでしょ、古着峠。咲いてる。あら、なんか何これ。こっちは涼しいよ。これだけで涼しいよ。なんかね、名声あればいいんだけどな。でもさっき名水のなんとかっていう峠の中に書いてあったよ。あった。おおおおおお、いいや、昔パーク先に一緒に行きたいんでしょ。8本1000円高い。115円ぐらい。なんかいんのかなと思ったら、バイクが止まってんのかな。
らいの方がいいんじゃない。カメラの温度が上がり、録画ストップとなりましたので、冷却中です。再度スタートです。しながら収録していますので大変です。
回るんだもんね。ぐるーっとこう回る。なんかこっちはもう来ないもんね。そう、キャンプ場あるよ。いいね。このところのキャンプ場いいな。のんびりできた。道の駅もすぐそこにあるし。道の駅あったって食うものはそんな置いてねえから、どっかからみんないっぱいいっぱい凍らして。ここで休憩します。何あの水が汚い水、あ、なんかアブみたいなのが入ってる。あんた、うん、入ってる。後ろトランク、車内にアブが侵入。ちょっと待って、刺されちゃうよ。あんた、あ、刺されちゃう。アブみたいなのが、入ってる。撃退します。もういない。ほらほら、一匹入ってるじゃん。ほらトランクまだいたのか。出た、うん、あれ出てない。そこにいる。あ、出たよ、前から出た。アブみたいのがいるよ。アブ、なんかアブだかわかんないけど、なんかハエみたいな。茶臼山高原道路出ちゃった。もうすぐそこだもん、道路。これが高原道路行く、うん、俺はこっちだ、うん、ね、こっから俺たち登ったじゃん。織本峠に着きました。織本峠。何も。次は面抜き峠に向かいます。元線と書いてある。
け中入っちゃったんだけど、まあそれはそこまで行ったら U ターンして帰ってくる。そしたらまた円に沿って帰ってくる。平屋村まで。通りってのかな、波通りがちゃんとうまくいった。
の道路ね。そうそう、施設の。
愛車記念撮影。
かないと。あの通りカフェとかいっぱいあったよ。
キン？マネキン。マネキンがあった。なんだよ、人間が座ってるのかと思った。見てみる。いいよ。マネキンみたいに。書いてる。かゆいの？言ってきた。何笑ってんだよ。
通行止めなんだ。何どうすんの。ちょっと待って。行けないって。ね、現在ちょっと行ったところで、ちょっと行ったら。あ、現在地これだ。うん、ここだもん。ああ、行けないのか。じゃああれか、あっちから緑湖からずっと回ってこなきゃいけないんだ。途中でなんかもう罰になってるってことは、うん、全面通行止めですって石が落石のためだって。落石のためだって。ああ、すぐそこだったのにな。すぐそこだったのに。歩いて行ける。行くとこまで行く。
峠。規制解除中って書いてあるよ。まあ、大丈夫。もうここら辺が小田峠だわ。ここら辺が。あ、ちょうどここなんだ。峠。行けるよ。行ける行ける。よかった。次は宝智峠へ向かいます。まあこれでやっと時間通り行ける。
放置峠。
道の駅豊根グリーンポート宮島に寄って休憩します。ああグリーンポートね。休憩終了したので再出発です。13、14、15、16とこっちお祭り。
して行くか、それから、うん、水汲んで、ここは見て探すのね。
人としてはいいんだ。じゃあ、繋がってる。なんか道順繋がる道の駅でさ、峠でさ、結構すげえいい道路。で、これ新の峠行くんでしょ。新の峠行って、ブルギーとか行って、千石平行って、行けるの。なんか俺の予定じゃない道をどんどん行っちゃってる。それで、数多くの峠を走ったり、道の駅を走ったり、あそこに行くでしょ、ブルギー行くでしょ。ブルギー行くでしょ。結構いい道、大平山松バス。大平峠。
しっかりこう止めてください。止めたよ俺。携帯もバイクの人もそうだって、携帯落として後であれだってさ、探す人が多いんだ、探してもらう人が多いんだって。携帯ポケットから落としたり、ここにあったのがドーンって、うん、道路に落ちたまんま行っちゃうから、うんうん、行っちゃうかもな。俺らはちゃんと止めてんだけど、ずれちゃってる。心配でずれちゃう。
ちゃったからだよ。あそっか、曲がったから行かなかった。そう、あれまっすぐ行くんだったの。あ、まっすぐ行くのか。うん、愛車記念撮影。
こでもよかたい。明日の朝帰ってもいいし、どっちでもいいし。どこでもよかたい。疲れたでしょ。あ、もうぐる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 。疲れた。お酒飲みたいね。あれ、取れちゃった。あ、それ何？紐があれじゃない？そこにある。いいよいいよ。あ、ここにある。じゃあいいよ。いいよ、あとで。あとで。ねえ、疲れちゃったよね。不吉な予感だ。白樺高原。長野ってすごいね。
か。うん。でも、うん。また戻ればいいだろう。ウルギ温泉、ゴマドリの湯とか。汗かいてねえからな。こんな風呂入りたいと思う。道の駅南信州、ウルギで休憩と食事をします。なんだ、それでは長かった峠ドライブもあと残すところ少し。次は平屋峠へと向かいます。
るんだもんな。だってさ、だってさ、長野さ、前さ、雨降ってたのも花火やってたじゃん。そう、やってた。雨降ってんのにバンバンとこしてたやってたじゃん。すげえな、あれ火事になってたけどな。虫がいっぱいだよ、虫がいっぱい。平屋峠でしょ、これ。ここ平屋峠。ここそうそうそう。小石峠。小石峠があるよ。どこ小石峠。どこどこ看板があったよ。山並広場にある小石峠と平屋峠。小石峠。よいしょー。小石峠。イエーイ。あ、平屋峠はここだ。なんだい？小石峠。ここがそうなんだ。これがそうなんだ。これがそうなんだ。ここ？うん。これがそうなんだ。南市南。ああ、これか。いやじゃん。終わっちゃった？終わっちゃったやん。終わっちゃったやん。大丈夫後ろ？大丈夫。全然。変な風にあるの。全然大丈夫。なんだ？気をつけよ。うん、全然大丈夫。
よし。大丈夫です。全然大丈夫。すげえとこ。全然大丈夫。よし。全然大丈夫。全然下手じゃないから大丈夫。ないの。これ石峠、ここで撮っちゃう。平屋峠と一緒なんだな。刺されちゃった、大変じゃん。そうそうそう、失礼いたしました。じゃあ、あとはゆっくり行きますよ。行くないけどさ、出たかな。刺されることあんの？アブはね。アブ痛い？痛いでしょ。刺されたのなんかある？あれよりはいいけどさ、刺されたら痛いって腫れる。腫れる？毒持ってるか。あ、毒持ってんのか。だから注射やんない。ああ、やだな。休みの日にそんなに刺されたら。ここにあれ開けるとすぐ入ってしまう。だから開けない方がいいな。後で道の駅信州平屋に向かっています。もういないと思うけど、なんか布団とかにくっついたらやばいじゃん。そうだね、夜。そうだね、バタバタってやんないと。北信州夢ぐり街道、小石峠と平屋峠と同じなんだな。なんかね、書いてあったんだよ、地図に。小石峠、誰っつって。まあまあまあ、もう終わったからいいよ。バイク、すべて終わったからいいよ。バイクぶつかってしたっけ。ぶつかってじゃなくて、すごい大回りに曲がってきて。お前ら殺す。お前ら殺す。俺の車にぶつけたら殺す。そこでボコボコにした感じで捨てちゃう。車にあると飛んでくるよ。飛んでくるよな、ぶつかったらな。ファーッつって。だからそいつに新車買ってもらう。ファーッ。新車はないからさ、水も汲んだしな、今日。あと俺お土産買えばいいやろ。みんな何を期待してんだか分かんないけど、期待するなって。おまんじゅうで終わりだ。おまんじゅうで終わりだ。おまんじゅうか。おまんじゅうで終わりだよ。どれ坂の、そこにあるんだよ。あの、釣って、そこで焼いてるため、調理する。みんな来てる。車。結構ネットに乗ってたわ。みんな今ネットだよ。何やっても。ネットで評判すると、みんな来るって。でもなんか昨日のあれ、お祭りの魚、なんか塩いっぱい振ったんだっぺ、夜。しょっぺーなっつって。そうだね、しょっぺーね。下手くそなんだよ。止まってくれた。いいよ、鳴らさない。みんな休憩でしょ、休憩。ほら、休憩だよ、休憩。休憩してる。みんな休憩してる。いろんなところ。下川だから。川アブがいるからな。なんか死んだけ、変なハエみたいな、なんだかわかんないけど。そうそうそう、そんなのばっかり。さっきの後で、あれだね、ちょっとポンポンって叩こう。あ、木漏れ日があるんだ、カフェ木漏れ日。ほら、あそこに、ほら、なんかあるよ、カフェ木漏れ日。時間あるからまだいいけどね、行ってもね、もう2時だよ。よっしゃ、決まった。行っちゃう？うん、すご
ごいいっぱいいたね。かき声とかあるか。あるんじゃないの。じゃあちょっとここで U ターンしていく。あるんじゃないよ。イワナの里に向かいます。イワナの里って。今ご飯食べたからだ。魚とかじゃない。うん、美味しいで。こうお茶にいいお茶に熱いから。お風呂入ってさっぱりしようかな。せっかく来たのに何にも。うるせえよ。寄ってんじゃねえか、てめえ。帰りとか行かない。うるせえよ、バカ野郎。行ってんじゃねえかよ。おめえだけだ、文句ばっかり言うのは。本当に。だったら自分で探せっつうんだよ。何かと思ってんだよ。本当にどうしようもない。女はぶつくさ。ほら、冠水はやってないんだって。ぶつくさ、ぶつくさ、うるせえな。南西に進みます。続いて右方向です。右方向です。続いて右方向です。どこだっけ。南西に進みます。続いて左方向です。左方向です。続いて左方向です。ここでいいよ。ブツ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 。左方向です。続いて斜め左方向です。運転で疲れてんだよ。川じゃねえ、沼だよ。帰り道動画撮るの忘れてた。いきなり道の駅信州平屋到着です。それではジブ坂峠でサムハラ峠へと続けていきます。2つある道の駅信州平谷から。でもさ、ここさいいよね。道の駅の前にスタンドあるから、うん、あるからね。昼が見温泉もあるしね。温泉あるなんだろうね、あのぬるぬるは。あれ気持ちよかったね。あれよかった。ただ歩くと下滑りそうだったけど、ね、怖かった。あれはいい。ツルツルしてる。まだツルツルしてる。すごいね、川。この通り走ってもまだあるんじゃないの。なんか あるんじゃない。ゆっくり歩いてみて。でどっかで保冷剤のなんかダイソーってなんかあって、うん、そこで買ってて、ここに入れていろり焼きだ。まあ凍ってから大丈夫だよ。おやき凍ってるから1日ぐらいは大丈夫。まだ先。俺がもういいやって言ったら。
か、ぶら下げてる、うん、じゃあかけてみる。ネバール君とか前リンゴ新種でリンゴの買っていったらリンゴのぶら下げてるよちゃんと。じゃあね、うん、これで言ったら違うさ、お盆玉ってあるんだよって言ったら、え、お盆玉あるの？峠到着。愛車記念撮影。最後のサムハラ峠へと向かいます。
地村役場。今26度だけどな。地村役場。天竜協定。地村役場。天竜協定。地村役場。雨がぽつりぽつり降ってきた。峠。サムハラ峠到着。最後の愛車記念撮影。最後までご視聴ありがとうございます。エンド。